ます今日初戦勝つことができました。できました。ポンスミンウィン。いやちょいよ。ライゾンですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、クララリーグの、解説というかね、昨日の振り返りをやっていこうと思います。まあ今回はね、あの 2v2 もそうなんですけど、まあ昨日の試合見ていた人はね、あのほとんどの人が思ってると思うんですけどね。やっぱりまあライキュラットも結構頑張ってたけど、やっぱ昨日の試合から麦だよねっていうね感じだと思うんですけど。まあね、まあそうなんです。麦なんです。ということでね、今日はね、麦の試合をね、3試合、解説するのと、あとね、まあこう、配信には映ってない裏でね、こう麦がこういうこと言っていたとかね、まあそういうこともね、ちょくちょく喋りながらやっていこうと思います。ということで、いきます。よいしょ。なんですけどね、昨日、この試合があって、そう、最初はまずで、最初のこのマッチアップは、ハイヤー選手対こう麦でね、で、ハイヤー選手はこう細かいのを得意としていて、たまにね、そういうのメタってくる人用に、こういうオリジナルデッキを持ってきたりだとか、あとはなんだろうな、そういう、オリジナルデッキを持ってきたり、まあ基本細かいのとか、あとスキャラとかですね、うん、を、使う選手になってます。なんですけどね、まあ、アーチャー U の、マスケットね、見た感じでね、嫌な予感はしたんですけど、まあ覚えてる人は覚えてるかもしれないですけど、去年、世界大会で WEDGM が似たようなデッキを持ってきてですね、メガナイト雪玉エレキ、なんかゴブオリ、ラムみたいな。まあそういうデッキをね、結構持ってきていて、それジャックに当ててたんですけど、まあその意図としてはね、やっぱ細かい系全メタですね。バルーン、ウォールブレイカー、そしてホグを、全部ぶっ殺すみたいなね、そんなデッキになってます。はい。なんですけど、最初ね、今のシーンも結構、ボムタワー片っぽに置いてね、もう逆サイラム来て、あ、終わったっていう感じだったんですけど、あの雪玉のタイミングとかね、めちゃくちゃバッチリでね、ラム一発しか入んないっていうね、神の防衛を見せましたね。なんですけど、今回の、麦のね、注目ポイントやべえめっちゃ動画、雪玉ですね。雪玉、とにかく雪玉がやばかった。なんですけど、防衛に出す雪玉がこう U のね軌道変更したり、ラムの軌道変更したり、そのラムがね突進する直前にこうね、あの雪玉を打つことによって、さまざまなねこう効果を得られるといったところで、まあさあさあさあ先にないと引き出して、もうここねデッキ見た瞬間割と絶望だったんですよ。いやこれ完全麦メタやんみたいな。しかも今までポンスは勝ち抜きに全部ね頭に麦麦麦と来てるんで、まあ麦がね先頭に来ることは結構読みやすかったと思うんですよ。うん。なんで、ハイヤー選手、いつも一番にあんま来ないんですけど、あの一番にこう来させることによって、このね、あの麦用の、もう完全オリジナルデッキですね。まあ、たまに WGGM はこういうことをするんですけど、完全オリジナルデッキを持ってきて麦を潰してっていう、そういうプランだったと思うんですね。なんですけど、麦はね、こっから、ここもやばかったですね。ここ、ギリギリスケ延命からのナイト延命からの、ホグと、言ったところね、ここでホグ出すとね、ラームで止められてしまうんですけど、何がいいかってね、このボムタワー咲くじゃないですか。で、ここに親衛隊来たとしても、あのマスキーに親衛隊繋げられても、ラームが攻めに使えないんですよ。まあこれはミカンさんも言ってたんですけどね、そう同様で、まあ、引き出すことによって、このね、親衛隊そんな怖くないですね。まあ言うてこう、マスケと、まあウッドと、まあボムタワーがないんでね、親衛隊自体が抑えにくいんですけど、このなんだろう、後ろからね、がっつり火力を出すカードっていうのが、ラムとかね、そういうカードがないので、まあ、なかなかね、こう、まあ、タワーが持ってかれないっていう感じですね。で、守ったユニットがね、高確率でこのように残るので、まあ、若干は取られてるんですけどね。そう、まあ、タワーが持っていかれずにっていう感じですね。さあ、ただ、ここ、若干きついですね。ここね、基本的に、ハイヤー選手が、あの、麦がね、ファイヤーボールとかポイズンとかロケット持ってないので、クエイクなんですよ。だからマスキーが死なないんですね。基本的にケツマスキーから展開して、この、アリーナタワーの前ぐらいに親衛隊を、その展開してから、ボムタワー出してない方に、こう、なんだろう、ランを展開するみたいな。まあそういう感じでこう出してきたんで、めちゃくちゃ嫌らしい。この雪玉もやばいんですよ。まあ最初の雪玉もやばいんですけど、これね、ラムに当てる雪玉ってね、このようにね、出すことによって、突進を止めるのと、あとラムって早めに雪玉打ちすぎると、突進こうやって一回止めても、また、あーってこう走ってくるんですよ。そうなんですけど、そういうところもね、がっつり止めていくって感じでね。うん。でもね、こう結構、この試合見ててね、みんなやっぱ麦やべえでしょ、みたいな。結構ね、まあまあまあ、ここら辺とかもね、ホグ防衛からのめちゃくちゃ速い、とにかく速いですね。なんかディガー使ってる時の防衛ディガーとかも、まあこういうのもそうなんですけど、なんかとにかく呪文とかこうユニットを出すのが速いですね。なんか、なんだろう。で、そう。で、ここで決めきるシーンなんですけど、マスケ、スケからのナイト出して、後ろにホグ。
を乗せていって、こう、アイゴレホグみたいな形でね、ホグの勢いに乗せてないとね、押し出していくって感じですね。で、ここ、クエイクウッドユキ。で、しかも、先読みで撃ってるユキが、毎回ね、ラム、相手があそこに出していたので、アーチャーが見えていたのにもかかわらず、アーチャーに雪玉撃たずに、もう出てくるだろうっていうところにね、こう、ウッドと、雪玉をね、ラムにめがけて撃っているっていうね。そう、クエイク雪でアーチャーが死ぬんで、普通だったらこう、アーチャーに撃っちゃうんですよ、雪玉っていうのは。なんですけど、ラムに当てて遅延効果を与えることによって、今みたいなね、ホグの、にこう、ラムの、遅延効果を当てずに、ホグがね、数発入るっていうね、もう激烈、もうブリブリなテクニックですね。っていう感じで、スペル回して GG と。いう感じですね。で、麦が結構これ、落ち着いてるように見えるじゃないですか。で、落ち着いてるんですよ。まあ、プレイ自体はね、完璧そのものなんですけど、なんかこう、手、下にやってて、で、タイムアウトっていうか、次のね、試合までにこういう、シーンがあるじゃないですか。で、口がこう、部屋に入っていって、で、麦なんか次はデッキこれにするとか、こういう話をね、するんですけど、とか、俺らのこういう、なんかこういうのがあるから次気をつけてとか、ね、そういうのを伝達するんですけど、その時にね、結構こう、緊張してたみたいに言ってて、やっぱなんか手が震えたみたいに言ってたんですよね。そう、なんか麦でも、いや、そんなこと、てか手が震えてこれできんならもうええやん、そんな感じね。さあさあさあといったところでね、最初、こんな感じのマッチアップになっていきました。はい。なんですけど、まあ、この動画をね撮ったのもですね、実は昨日麦とかとこうポノスでね、みんなでご飯に行ったんですよ。そう、試合終わった後にね。で、みかんさんとかも会社からめっちゃ近いところで解説してたとか言ってね、こう会社に来て、で、みんなでね、焼肉行こうぜっつってこう行ったんですけど、その時にもう麦が、いやー、なんかめっちゃなんか気持ちいいっすねみたいに言ってて、で、なんか、ライキさん、あれ、クララリーグの解説動画とか上げないんすかつって、いやー、でも今んとこあんま上げる予定とかないかなつったら、いや、あげてくださいよみたいな感じで、じゃあ麦の解説しちゃおうかなって言ったら、あ、いいじゃないですか、それめっちゃ絶対伸びますよとか言って麦が自分で言ってて、いや、そうなんですよね。もう麦がこうツイッターとかでこうあるじゃないですか。で、勝った時にこう3立てしたみたいなツイートとかもするじゃないですか。やばいっすよ、これバズりますよとか言って結構言ってるんですよ。まあ、こんな口調ではないですけど、やばいんすよね、俺なんかもう何でもバズっちゃうんすよみたいな感じで言ってて、で、昨日こうね、3-0 みたいなこうツイートしてたんですよ。ちょっとすかした風にね、麦がツイートしたんですけど、それでもね、マジで、マジ3000いいねとかね、ついてて、ちょ、狂ってんなっていうね、ちょっと、こういう感じだったんですけど、ね。まあ、だからね、別にこの動画は、その、なんか麦、まあ、人気である麦選手の名前を使うことによって、再生数を稼ぐとかいうね、そんなね、こう、ちんけな目的でなく、もう、ただただこの善意で、心の底からね、あ、麦がやって、てほしいならば仕方ないかな。俺もそんな本意じゃないけど、まあやりましょう麦さんと、まあ、麦さんにお世話になってるんでねっていう、そういう気持ちを込めて今日はね、この動画をね、撮ってるっていうことをね、ちゃんともう心のね、片隅どころでもうど真ん中ぐらいにね、置いといてもらえると、あ、こいつは全然再生数とか関係なく麦のために動画撮ってるんやっていう気持ちでね、この動画を見ていただけるとね、なお気持ちよく見れるかなといったところなんですが、次にね、飛ばしていきましょう。はい。なんですけどね、さあさあさあ始まりました、また U のヒースピという感じで、麦はね、ボールブレイカーを展開していきました。なんですけどね、ここナイトで受けていって、で、麦はね、こう2戦目、マスケ、ディガーウォールブレイカーですね。で、俺これすごいと思ったのが、このデッキ生まれたのが1日前か2日前ぐらいなんですよ、この試合の。なんですけど、みかんさんがね、解説でちゃんとこのデッキを把握してたんですよね。まあ、何がすごいかって、そう、なんかさ、やっぱこうプロを離れても、そのなんだろう、熱意はそのまんまっていうか、なんかこのデッキを知ってるの、結構マルチとかやるとかグラチャリやるとか、環境で流行ってる勝率のトップのデッキとかを見るしないと、このデッキを知ることができないんですよね。そうなんですけど、まあ、ウォールブレイカーナイトと見た瞬間に、ウォールブレイカーこう、なんか珍しいですねとかではなく、こうなんか、あ、これでも結構流行ってる、なんか今流行ってるデッキですねみたいな感じで言ってたんで、分かっとるなこいつはと、もう次やったら頭ペシーンって芝居てやろうかと思いましたよ、本当に。お前分かっとるやないかいっつって、ね、もう頭芝居てやろうかと思いましたけどね、本当に。ミガーさんのね、なんですけどね。やべ、これ見たらマジ処刑される、やべ、なんですけど、まあまあまあ、そんなところでね、いや、これはまあ、麦も言ってたんですけど、若干まあ相性がいい
ですね。まあ、ただこう後ろから目がナイトを組まれて、あの麦の受けが、まあ、基本的にはナイト、ディガー、まあ、ナイトとスケしかなくて、そこをね突破すると、まあ、ディガーを出さざるを得なくて、こう攻めにね繋げられないっていう感じで、うまくこうメガナイト追加して、こうね後ろからスケドラとかロイホグとか、まあ、ユーノをね追加されると、まあ、若干こうなんだろう、相手のリズムにも持ってかれかねないっていうところなんですけどね。こことかもね、メガナイト見た瞬間どうさ行くんだって、逆サイじゃねえんだみたいな、なんですけど、基本こう細かいのって両サイド振りみたいなとこあるじゃないですか。なんですけど、結構なんかやっぱ相手によってずっと同サイド行ったりとか、まあ時には逆サイド行ったりとかって、このねメガナイトのこの背中からもうゴールブレイクからここから出てるから、メガナイトもうこうやって殴って、ね、こうなっちゃってたっすからね、本当に。まあそちょっと違う、ちょっと違うっすね。今のは違ったかもしれない。いや、なんですけど。さあ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 。これもね、麦が今頃こうやってやりながらも、ちょっと待ってくれ、俺これ勝ってるか、サンタでしたらツイッターバズっちまう、どうしようっていうね、気持ちでね、やってたと思うんですけどね。いやー。さあ、ただここはね、メガナイトで蓋をして、なんですけど、さあさあさあ、ナイトで、飛ばせる前に、やって、ただここは飛ばせるけど、好きに飛ばせると。いう感じで、ただね、相手がね、ファイボタルなんで、マスキを低め徹底することによって、麦のね、マスキがね、絶対に、処されないんですよ。そう。絶対に残るので、このようにね、マスキを出してあげることによって、絶対にこう、なんだろう、大ダメージは受けない。マスキさえ残ってれば、相手は大ダメージを与えることができないので、このようにね、相手ユニットには絶対にこう、逆サイ攻めたりとか、そうせずに、ちゃんと後ろからマスキを展開して、このね、相手のユニットが端前を渡ってきた時も、低めにマスキがある状態っていうのを常に作って、で、このマスキは死なないんですよね。そう。だから、このマスキをこのようにね、残して、カウンターに使っていくっていう感じでしたね。で、ここら辺ね、マジでうまいと思ったのが、ここディガーなんですよ。で、ここメガナイトで受けて、この次やばかったですね。もうね、本当にエリがね、ないところをね、相手把握して、ここで絶対相手が攻めてくるっていうの多分分かってて、で、こうボムタワー置くじゃないですか。で、こうボムタワー置いて、で、ここでマスキの竹取ってウォールブレイカー出すんですよ。で、そこでヒースピからのタルババ引き出してから同タイミングで、まだメガネ処理し終わってないのに、セミディガーを飛ばすんですね。でもそうすることによって、今相手は1エリしかなかったんで、ユーノを出すことができなかったんですよ。でディガーを拾うことができなかったんで、このね、先にウォールブレイカーを出してヒースピタルを引き出してからのね、同タイミングディガーを飛ばすことによって、相手がね、拾うことができなくて、こう、相手の勝ち筋を潰すっていうね。そう、こうなんか同タイミングとかに飛ばして、ウォールブレイカーを飛ばさずにね、こうディガーとかを飛ばすと、それをね、ユーノで拾われて、こうね走ってきてカウンターでワンチャンみたいなこともあるんですけどね、もうそういう目も潰す、もう素晴らしい彼のテクニックになりますと、いった感じありますっていうね、総理大臣風にね、行きながらも麦をね勝利といったところでね、なんですかね、ここね、さあ3試合目なんですけど、また麦はねスケナイト、あ、スケウッドですね、スケウッドで、ここで5オーかな見して26オフかみたいな、結構コメントとかでもあったんですけど、まあ、26ホグではありませんと、言ったところでね、ここはね、麦選手、枯渇ですね、枯渇。今回のは結構細かいの三昧でしたね、今回の試合は。さあ、インフェルノ、ただ、ここはね、ちょっと読みが外れてしまって、ボムタワーだったらね、めちゃくちゃ土着層は一応良かったんですけど、まあ、インフェルノタワーだったんで、ね、序盤の方にここのアドとかがちょっと痛くて、今この時点でね、4アドぐらい取られてるんですけど、まあ、若干痛くて、そう。で、ここら辺でね、ちょっと、次の攻撃ぐらいかな。うん。で、ロイホグでね、結構痛いダメージを受けちゃうんですね。まあ、そっからのこう逆転劇とかをね、見ておいてもらえればっていう感じなんですけど、なんかね、こう、麦のプレイスタイルとして結構あるのが、なんか序盤、結構ガツガツいくってよりも、なんかね、ちょっと様子を伺うような、相手でもこう止められるような、このようにね、なんか単体バレルとか、さっきのね、単体、こう、スケバレとかね、なんか相手でも簡単になんか止められそうな攻めをして、こう様子を伺ってからみたいな、で相手の受けを引き出してから2周目で潰すみたいなね、そういうので、ここもうまいですね。スケで延命してからのあのファイボー狙ったんですけど、ここはねファイボーとかめっちゃ早かったんですけど、まあ間一髪ね相手のスケドラが間に合うとね、いったところで、まあここの時点でうわちょっと怪しいか、これちょっと今のファイボー痛いっていう感じなんですけどね。さあここね、さあロイフヒースピーですね。
まあ、ウッドがないといったところで、こう、バンと、さあ、1枚回してウッドもあったんですけど、あれですね、まあ、ヒースピが飛んでしまって、結構事故って、そう、インフェルタワーもね、逆向きになっちゃったんでね、そう、まあ、ここがね、ボムタワーだったら、もし逆向きになったとしても、まあ、別にせいせいせいっていう感じなんですけどね、まあ、こっからですね、2倍タイム入ってから、結構向きあんま攻めてなかったんですよ。なんですけどね、こっから怒涛のね、攻めが始まりますね。うん。で、基本的には、この2周目のバレルとか、なんだろう、スケバレですね。に、ファイブを使わせることができると、この吹き矢がね、絶対に死なないですね。吹き矢が絶対に残るので、そこにね、この、タルバオがないターンに、このバレルとかで攻めて、そこにチンファイブを使わせると、またね、ケツ吹き矢からこのようにないと、スケバレバレルみたいな感じで形を作って展開して、一生俺のターンっていうね、そういう感じのが作れますといったところでね、まあ、このようにね、ファイブを使わせたんで、後ろからね、吹き矢を展開して、ここはナイトで蓋をして、で、こっちは吹き矢ナイトの形を作ってユニット引き出してから、スケバレバレル。ですね。で、ここは片方、端まで止めなきゃいけなくて、間に合わずと、いったところでね、まぁ、こんな感じのね、細かいゲートがね、うまいですね。で、高め吹き矢から展開していき、ナイト逆サイで、両方の竹を取っていき、この5が来たら、まぁ、一旦、せいせいせいといったところで、こう、バレルですね。そう、で、なんかね、麦、こう、細かいの使ってるとき、常に4ワードぐらい取られながら、こう、攻めたり、守ったりするんですね。ここもやばかったですね。スケウッド。なんかこんなにスケウッド早く出せるっていう感じなんですけど、そう、スケウッド出すことによって、まあ、相手がね、ヒースピー出す暇さえ与えないと、いったところで、こうね、バレル飛ばして、よいしょと。はい。さあ、ここ一旦落ち着きですが、もう一回ね、後ろ吹き矢から、展開して、はい。で、もう一回ね、つなげて、ファイブを出したので、ないと。そして、ここはスケドラが出てきたんで、一回待ちます。で、逆サイ、まあ、やることがないんでね、こう、逆サイにスケバレ、スケバレバレルのね、サイクルなんで、逆サイにね、スケバレを飛ばして、このようにね、ユニット引き出してから、もう一回ね、吹き矢で、動作展開していって、ファイブを、ここはファイブですね。まあ、ファイブをスケで、ちゃんと押さえていきますと。さあ、ここ、ナイト。で、タゲを取っていき、まあ、こうなったらもう勝ちですね。こうなったらぶっちゃけ、もうね、多分、もう勝ち、負けることはないかなっていう。なんかもう相手が攻めきれないんですよ。もうなんか、麦の一生ペースになってて、で、さっきみたいにロイフ飛ばしても、毎回こう真ん中吹き矢から展開してるんですね。ケツ吹き矢じゃなくて真ん中吹き矢から展開してるんで、このね、吹き矢と相手の攻めロイフのタイミングを被っても、吹き矢が逆サイ向くんで、さっきみたいにこうスケウッドで処理することができるんですね。なんで一回落ち着いたら、こうケツ吹き矢からじゃなくて真ん中吹き矢から展開することによって、相手がもし攻めてきてもインフェルノタワーを出さずに処理することができるんですね。そう。で、このようにね、吹き矢出しまくって、で、まあ、これはね、ウッドからのファイボード。無難に抑えていき、まあ、ね、負け筋を潰す感じですね。まあ、こういうロイフグとかが、なんかウッドだけで済ませようとすると、ヒースピ追加とかでね、大回復して事故ったりするんでね。そうそう。って感じで、このようにね、タイブレイクで、グッドゲームと。はい、行ったところで麦のサンタですね。いや、これはね、もう枠だろうなと思いましたよ。コメントとかね。なんですけどね、麦も結構こう、ね、なんか、済ました感じにしてるんですけどね。で、なんか緊張しなかったみたいな言ったら、いや、やばいっすよ、マジ。めっちゃ緊張しましたよ、みたいな。なんか手震えたっす、みたいな言ってたよ。そうそうそう。まあ、そんなこともありね。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、このように、リーグでね、解説動画とか、まあ、普段はね、こう、強いデッキのね、紹介とかもしてるんでね、もしよければ、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もよろしくお願いします。そしてね、麦はね、結構ね、コメントとか見てるかな？いや、わかんねえんすけど、でも、いや、バズっちゃうんすよーってね、こう、バズっちゃうんすよーって、こんなんして言ってたんで、で、結構ね、多分、こう、リップとか、したらね、まあ、多分、あんま返信とかはね、しない派の人なんですけど、まあ、喜ぶと思うんで、ぜひね、そこら辺も、お願いします。というところで、今日は、ね、終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ。